日本北海道札幌市清田区、里塚日本北海道札幌市清田区、里塚緑ヶ丘里,里,里塚は北海道札幌市清田区にある地名。ここでは里塚に隣接している里塚緑ヶ丘についても記述する。河川は三里川があるのみである。札幌の中心からの距離が三里であることを示す塚が築かれていた地域であるため、古くは三里塚と呼ばれていた。 その後、三の字を取って、里塚と改名されたが、三里塚小学校、三里塚公園のように一部の施設に旧称が残る。なお、三里塚神社の所在地は、美しが丘に区分される。塚の現物は一度失われたが、2005年の三里塚、小学校開校100周年に先立って、2004年に復元された。ただしその所在地は平岡に区分される。 1. 1札幌南特集会病院。2. 里塚湾泊緑地。3.3三里塚小学校。4. 桂台中吉公園。5. 札幌緑ヶ丘郵便局。6. 里塚霊園札幌南特集会病院。里塚湾泊緑地札幌市立三里塚、小学校桂台中吉公園札幌緑ヶ丘郵便局。里塚霊園詳細は、事業者、営業所。 路線記事を参照。AB 札幌市。人口統計。札幌市。2017年3月20日閲覧。AB 市外局番の一覧。総務省。2017年3月30日閲覧。ABCDEFGHIJ 各地区の概要札幌市清田区役所 ABC 三立課。札幌市清田区役所。谷に。 森土駅場下誘発がまい、京大斜面災害県センター長が、札幌、里塚調査ゆるい地盤、地下で地滑り。北海道新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.hokkaido-np.co.jp、ok、スラッシュアーティクルスラッシュ2263842018年9月20日閲覧。ありがとうございます。